エール・カレドニーはフランスの航空会社である。ニューカレドニアに設立された南太平洋のフランス領における国内航空である。略称、通称はエカルである。ニューカレドニアでの航空の歴史は始まったのは1954年12月9日のことである。エルベール・クルさんアンディ・マルティネ、ルイエ・シャンブラン・ネールの3人が同日同社の前身。 トランスパック社を設立した。同社の目的は、ニューカレドニア本土である、グランドテール島にあるシュトヌーメアと、少々離れた、イルデ・パン、ロワイオテ諸島を結ぶ、定期航空便を提供することであった。二人の企業家、トム・ジョンストンとウォルター・ヒクソンが彼らを支えた。同社設立の翌年、1955年9月28日、初飛行が行われた。その時の航路は、 ヌーメア、マレトーリフーシマヌーメアであった。同フライトに使用した機材は、デハビランドエアクラフト社製のデハビランド DH-89 ドラゴンラピードで、同機は元戦闘機パイロットによってイギリスから輸送された。1968年、同社は現在のエールカレドニーとなり、同社の持ち株比率は、ニューカレドニア政府が50.28%、 ロイヤルティ諸島プロバンス政府が43.31%、個人株主が4.32%、エールフランスが2.09%となり、現在に至る。イルデ・パンムエ空港での同社の旧機種 ATR42 から320。エールカレドニーは、ヌーメアの国内空港、マジャンタ空港を起点に、下記の乗り入れ先へと定期便を運行している。ありがとうございます。